エミール・ヒュンテンはドイツの画家である。19世紀後半にプロイセン王国が多くの対外戦争をした時代にアドルフ・メンツェルやビルヘルム・カンプハウゼン、ゲオルク・クブライプ・トロイラとプロイセンの側から多くの戦争画を描いた代表的な画家である。パリで生まれた。父親はドイツ、コブレンツ出身の作曲家、フランツ・ヒュンテンである。 パリ国立美術学校でイポリット・フランドランやオラースベルネに学んだ。1848年にアントウェルペン王立芸術学院に移り、フスタフ・アッペルスやダイクマンに学び、1851年からデュッセルドルフ美術アカデミーで歴史画家ユリウス・レッシングや戦争画を描いたビル・ヘルム・カンプハウゼンに学んだ。ヒュンテンも歴史画や戦争画を描くようになり、 フリードリヒ大王を題材に歴史画を描き戦争画に転じた。当時、プロイセンの皇太子だった後のドイツ皇帝、フリードリヒ三世に気に入られ、招待されて1864年からのデンマークとの間の第二次シュレースビヒホルシュタイン戦争に向かう陸軍に従軍することができ、さらに2年後の広オ戦争や後の不仏戦争を観戦することができた。 当時の有名な人物から絵の注文を受け、ドイツ最小、オット・フォンビス・マルクからも、不仏戦争のグラブロットの戦いの場面を描いた絵の注文を受けた。1870年代に、ベルリンやウィーンの展覧会で入選し、1878年に、ベルリン芸術アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。